どうもこんにちは、イペチカです。今日もエカナンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は準々決勝ですね。戦っていきましょう。イチローさん選べるんだ。21盗塁本当に、なんこの盗塁の数がバグってんだよな。バグり盗塁でございます。いきましょう。小田君で参ります。いきましょう。しかしさあ始まりました、その県大会準々決勝でございます。もしよろしければチャンネル登録高評価していってください。よろしくお願いいたします。犬山高校対高校高校先行高校ですね。すいません、高校高校じゃない、もう高校高校はまだやってるけど終わってるわ。いきましょう、準々決勝でございます。やっていきましょう。そこせぬくし強えな、強い。1点取られたし、1点取られてるよ、1点取られてるよ。クイック F、 もういいや、打つだけ。イチローさん打つだけだよ。イチローさん、オッケー。これ超えるよ、超えないかい、超えないか。ノーパワーか、まだノーパワー。だいぶそういう時もあるぜ。行こう、一塁出てるよ。やべ、なんか飛ばしちゃったよ、申し訳ない、マジ申し訳ない。行きます。なんかイチローさんが打ってくれ、俺切られてるかもしれん。まあでも実質バントだからいいや。1点取りに行きたいな、ここ。稲葉さん、ここは期待できるよ。稲葉さん。セーフ！ナイス！大事。当たりが強かった頃こそのエラーだね。島さん、輝こうぜ、島さん。セーフでしょ。これ、ゲッツー。危ねえ。松田。魔物持ちか、よかった。今日魔物使えるじゃん。背中し落ちろ。なんかみんないいところには打ってくれてるね。みんないいところに打ってくれてるから、あともう一歩な気がすんな。行こう。ナイス。藤江の貫禄の棒立ち、素晴らしい。1点取りに行こう。藤江、ここはもう強心臓使ってしまいます。1点取りてんだ。今までとなかったような、こういう打球は今までなかったよね、パープル2021の方だと。いやー、今のなんかそのチャンスであと一歩が出ない。ここの回点取ります。お祭り使いますなので、もうお祭りはね、ゴールナイス、オッケー、ナイス、素晴らしい内野安打。点取りたいよ。伏せっちゃおう。朝倉、オッケー。点入る。オッケー、同点、素晴らしい。いい。朝倉6番キーはハマってるね。で、ここは川島打たせます。打たせる以外にないんだけど、死んだ返しで生かしたかったんだよ。でもただヒットはうちの方が出ていいの。あと一三塁。ここはピッチャー変えましょう。いや、ファイトだけ使わせていただく。ファイトは使わせていただく。悔しいから。全身守備でよかったじゃん。まあ、いっか。次の数値次第ではピッチャー変えます。投げさせよう。ソフト。うわー、そこでセーフティー、きつい。セーフティーはきつい。セーフティーはきつい。今のはきつい。ここでセーフティーか。いい教育してんじゃねえの。いい教育されてるね。うちの守備見てこれ。私どもはですね、守備を全然まだ上がっておりませんので、そこのやっぱ穴をついてくるシフト、さすがやっぱ強豪校ですね。OK。ただ点は取れる。1点差ならいける。センター返し7でしょ。打てるよ。ナイス。プルヒネかけちゃった方が良かった可能性もあるけど、まあいいや。そこは言わないお約束。センター返し。稲葉さんなんかずっと3割3分3厘ぐらい打ってる気がする。なんかみんないい当たりなんだよね。打たせられてるのか、ちょっとなんかタラタラ打ち上げてるのか。出た。朝倉。一つ気づいたことがある。松田ここで出ちゃうと、魔物使えなくね？
超えろ、超えた、オッケー、ナイス。朝倉が A、 朝倉がマジで E。 朝倉いいぞ、相手のキャッチャー貫禄あるね。ナイス、とりあえず1点、これで同点。松田に回せば魔物があるから点が取れる。そう、魔物頼りにはなるけど点は取れる。そしたらそこまでに点を取りたい。オッケー、いいぞいいぞいいぞ、オッケー。まさかのまさかのまさかのエロー、エラーがやっぱ救うんよ、エラーが勝利を誘うんよ。勝利の女神が俺に微笑んでるね。勝利の女神が今俺、たった今俺に微笑んだね。いや、勝利の女神は、ただね、勝利の女神はね、すーぐ、どっか行くからね、すぐ気が去るから、その勝利の女神を、そのまま俺のところにいさせるために、俺は頑張る。今のファーストフェース、コロコロってなって面白かったけどね、9回なんとしても押させよう。ネギシでいきます。もうセーブシチュエーション。ただ1個、さっきも言った通り、1個難点があります。さっき言ったかな、ネギシだとネギシの伝令が使えないっていう。取って、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、なんとかなるなんとかなる。肩強っ、肩強っ。ストライクトレを6にしちゃいます。1割でしょ多分ね。おお、取る、今の今の取る、今のテンションぶち上がったわ。今のは絶対取られないと思った、抜けたと思った、終わったーと思ったもんね今。いいよ、大丈夫、一発はない、一発はない。刺せるか、刺さっ、刺したでしょ今の、今の刺したでしょ。頑張って、やべ、イチローさんだから走りはしないね。はい、走ってみろよ、このことの前に恐れを出しただろう。ピッチャーを出す余裕はない。パスボールか、パスボールか、やべ、なんとかなったー。よし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 、ここまではようやってるぞ、ようやってるぞ、よう勝ってるな、ここまで。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。またね。